今日は稲毛海浜公園の中にオープンしたスモールプラネットキャンプ&グリルにやってきました。グランピングエリアになっていて、はい、全部で8棟あるんですけれども、うち7棟が、ここにあります。へで、もう1棟はちょっと別の森の中にあるので、あっち側にあったやつですか。そうですね、あ全部で8棟ちょっと行って、あそこの部屋とか。はい、かわいい。中にはこういう音響機器とかがあって、はい、ディズニーパークとかにいるからやってます。あ、ディズニーランド季節によって流れる音楽に変わってます。朝に夕方夜でちょっと音楽も変わる。音楽変わるんですね、うん、すごい演出。これあれですよね、なんかこの椅子が。あ、そうですね、全部うちってそういうものを採用してて、例えばフォレスエリアにある椅子とかは、うん、100年前からずっと使ってるアンティークなので、座ってみます。それをずっとリニューアルして、うん、本当だ、やり方あっても空を見てもいいです。揺れます。欲しいこの椅子。焚き火カフェ。あとあそこにカフェがあるので、はい、そこでこうテイクアウトしたものとかを夜中にこう火を起こしながら、こう皆さん飲むのかなとか、でそれをなんていうんですかね、こう自分たちのグループを超えて、うん、なんかいろんな宿泊してる人たちの交流の場になったりとか。フォレストエリアです。本当に森。気持ちいい。すごい木漏れ日が綺麗。涼しいですね。全然体感温度が違う。今日の希望があればサーフも全然用意できますので、まあ、雨の日とかであればサーフが用意します、はい。もしこういう日差しの強い日があればお客様の用意に合わせて対応できます。タープも借りられるんだ。すごいグリルが立派な。アメリカンなグリル。そうですよね。またこのテーブルと椅子が可愛いですね、はい、この100年以上前からあるもの、ね、あ、アンティークなんですか。はい、お箸とか入れる教会の椅子、はいはいはい、見たことある、はい、これ可愛い。なのでなんていうんですかね、全部形とか色とかすごくバラバラなんですけど、はい、でも統一感ありますね、はい、おしゃれ、さすがですね、細部にこだわりが。あっちは海です。この柵があるのはワンちゃんが一緒に泊まれるので、ワンちゃんが逃げないように、はい、あーそっか、お邪魔します。ここに宿泊されてる方はここでバーベキューやったんですか。はいはいはい、すごい、めっちゃ広いウッドデッキでも広いですよ ね、 そうですね、デッキの広さが。わーすごい、かわいい。めちゃくちゃホテルですよ。本当ですね。入っても大丈夫ですか。もちろんです。お邪魔します。マットもまたかわいい、このマット。あ、涼しい、エアコンついてる。テントがスクリーン代わりになるそうです。カフェもあります。あー、これ千葉県産のピーナッツを上に乗せてるんですね。お、千葉らしい。でなのでこう食べると結構塩味があったりとかして、こうクリームも全然重くないので、今一番売れ筋としてはマリトッツが、ね、そうですよね、はい、今人気ですよね。すごい美味しそう。公園の景色を眺めながらこんな感じですね。いいですね。いただきます。